何もう喧嘩してんの、そんな仲悪かったかな。ふふふふ、空気読むやめて。読んでないよ俺は。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとひろぴとあらっとももです。イエーイ、今回の登場だ、よろしくお願いします。家族に楽しみでね。はーい、ルク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 。今日の企画は正しく並べられるひまわりチャンネル年代クイズ。またクイズ最近多いな。クイズひまわりチャンネルのクイズチャンネルになったんじゃないの。ね、いや、10周年記念企画なんで。あー、というわけで、ピロピの後ろに1から10までの写真が用意してあります。まーちゃん、おーちゃんの写真ですね。うわー、ひまわりチャンネル2014年から始まってるんで、2014、15、16ってね、1年ごとに1枚選んであります。これヤバい写真じゃないこれ。どれネックロックされてるんだよ。そんな仲悪かったかな。ルールは簡単です。そこにある写真、正しい年代に貼ってください。一人一人順番に答えていきます。どの年代から答えていっても OK です。当たったらママが都度判定します。当てたらどんどん次の回答していっても OK です。で、外れたら次の人に交換、はい、最後の写真貼った人はゲームを勝ち。そういうことですね。じゃあ順番決めましょう。勝った人を選べるっていいじゃないですか。あ、そうしましょうか。勝った人、ひまわりサイダーじゃんけんぽい。みんなチョキや。3番目にしよう。うわ、あ、3番目。4番目。うわ、2番。2番。俺1番かい。逆に言えば俺が全問当てちゃってもいいんだよね。そういうことだね。すみません皆さん、この動画早く終わっちゃうかもしれないです、本当に。じゃあフィリピンに答えてもらいましょう。やってやって。おーちゃん年代順ですね。魔王の写真はこちらです。1番から年代ランダムになってます、ね、髪の毛短かったり長い頃だったり、ね、大体の年代は分かると思うんだよね。みんなも一緒に考えてね。というわけでこんな感じの写真でした。それじゃあヒロピ、はい、俺ねもう目つけてるんだけど、ここ5番、これが2010年かなって。おーちゃんかも。確かに、ね、赤ちゃんすぎ。まあね、まあね、これにします。はい、兄としての自信、判定はあー、まあね、これ間違えないでしょ。あ、どう考えても。余裕。ちなみにこのね、2014年の動画はですね、10月1日、おーちゃん末っ子の誕生日プレゼントという動画でした。アンプレの動画か。そうだ。まーちゃん、おーちゃんの探し絵本発売中、探してみてね。見てね。次、一番新しいところに答え行こうかな。これじゃないかなと。こっちか、こっちだけど。3番の7番どっちだろう。3か7、こっちの方が2人とも大人っぽい。7番は、はた、はたよ、こちら正解です。これが去年一番新しいやつです。そうか、ちょっと待って、余裕かもしれんぞ。マジで全部当たっちゃっちゃうかもな。当たっちゃっちゃうかもな。ちなみにこちら1月16日、我が家の演技力上がってる？はっていうゲーム2で遊んでみた動画です。どっちもはって言ってないんだけど。確かにオープニングのとこだよこれ、すげー。おうちゃん、そんな上がるんだ。パパ。だ。イエーイ。いや、まあ、ピロピ2問連続正解やん。ね、兄ですから。みんななんか1番譲ったのなんか後悔し始めてんじゃないの。いや、ね、これがどんどん難しくなってくる。いやいやいや、じゃあ俺も決まってるけどね、これ。2つで迷ってたから、こっちじゃないかな。はい、2022年。さあ。はい。多分いけたんじゃないかな。こちら。イエーイ。マジでクリアしちゃうぞこれ。いや、まあまあまあ、いっぱい正解して勝つゲームじゃないから、最後に1枚貼った人が勝つんだから。いや、まあそうだけどね。まあ何枚当てたかではないからね。ああ、確かにそれはそうか、うん、はい、12月12日、プレゼントいる？いらない？ドン・キホーテで相手の欲しいものをたくさん買えたら勝ち、という
と7番はそんなに間がないんですよ。髪型ほぼ一緒だもん。1、2ヶ月ぐらいしか経ってない。うわー、激ムズやん。よく当てたね。兄ですから。4枚目。あえてなんか真ん中とかいきなりやっちゃおうかな。なるほどね。17円とか狙ってみる。オーケーオーケー。ここなかなか大事なとこなんじゃない。これ2017年よ。むずくない？ざっとね、これかな。あ、なるほど。変顔アイマスク懐かしいな、これよく使ってたわ。これ当てたらすごいよ。出たり。こちら正解。やった。正解。ちょっとピロピロ空気読めよ。当たったんだけど。すごい。すごいよ。マジで。やばくない？こちらの動画、11月14日の動画で、ねるねるねるね5種6組アジアでゲーム、外れたら激似が罰ゲーム。行ってきたらします。ベロ出して。やったまーちゃんだ。すごい。4問連続。ちょっと待って、やばいかもしれないな。これ全部いっちゃうんじゃないの？全部いけるか、これ。全部いこうか、じゃあ。空気読め。もうこのままピロピしか出てないかもしれない。確かに。じゃあ何いこうかな。2020。これ、あ、こっちか。2番か6番か。なるほど、なるほど。いや、まあまあ、これ6でいいでしょ。6番。うん。OK。わかりました。これでしょ。いけるでしょ。こちらは正解。うわちょっと待って。ちょっと待って。もう分かっちゃって。そうなんだ。正解です。ちょっと待って。正解か。正解か。面白いか、ピロピロこのゲーム。ちょっと待って。5問連続正解してるけど、これ。じゃあ大喜利やりますか。大喜利やりましょうかね。あなたたちにはここで殺し合いをしてもらいます。ねえ、もうやめようか。やめようかも。こちらは3月10日超危険エイリアンの解剖をしたらノリノリのなりきりごっこになってしまったパパの海外おもちゃシリーズ。スライムを入れるんだ。あ、違う、液体を入れるんだ。液体を入れる。体液ですね、エイリアンの。はい、閉めて、いくぞ。うわー。5問連続か。かなりだいぶ選択肢狭まったよ、これ。いやー、むずいな。この空気どうすんの？やめてそれ。この空気どうすんの、これ。いや、でも、もう、わかった。15年行こう。2015年。これで。これ。とか言って。じゃあ別なのにしようか、俺。チロピ空気読んでるかもしれない。やめてそれ。それ一番やめてそれ、マジ。いや、いいよ、これで。空気読んでくる。ねえ、やめてそれ。パスとかあり、パス。ここまで出しといて、ね、場を乱す。パス、パス、なるほど。空気読むやめて。読んでないよ、俺は。俺勝つためにやってるから、このゲーム。全然ここら辺事故じゃない。やりに行こうとして当たっちゃったとかじゃないから。パスね。はい、じゃあ次。じゃあ、おーちゃん。これ終わっちゃっていいの？どうぞ。いいんですか？いいですよ。あ、じゃあ、2015年当てます。さすがに8番だよねって感じ。なるほどなるほど。はい、8番ね。ちっちゃいね。ちっちゃいね。でん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 。決断が早い。15年は正解。やったーい。こちらの動画、12月9日ビッグサイズリトミックダンスアンパンマン。なんじゃそりゃ。アンパンマンを選ぶね。まねっこ大好き。どの。まねっこ。じゃあ次をどんどん行くね。2016年は9番ですよね。さあどうでしょうか。わかりません。行くぞ。お、入りました。2016年9番、はい、イエーイ。20日、食べるぷよぷよボールグミ作っちゃいました。ゼリーもね、という動画です。いただきたいと思います。はい。うまい。でっかいぷよぷよボール。でっかい。
というわけで残り3年分ですね。はい、はい、はい、なんか桃鉄みたいな感じです。残り3年分ですね。何年当てる？2021年当てる。2021年2番です。うわ、いっけー。はい、こちら正解。これはルールをやっぱり古い順からとかにするべきだったな、これ。じゃあもうこれ2枚いっぺんにいっちゃいますか。あ、いいですか。いいですよ。2018年と2019年。もう明らかに違う。いくぞ、シャッホイ。シャッホイ。2018年が1番で2019年が10番。どうでしょうか、一体正解でしょうか。どうだ。成り立ってない。成り立ってないです。全然成り立ちません。子供成長するからね、分かりやすい。いやー、そう。というわけで2018年5月18日フルーツの王様ドリアンチャレンジ初めて食べてみた。やわらかい。ちょっとおもちゃん、うん、舐めてみよう。なふみ、うん、これこれこれ、ちょっとこれ、ちょっとちょっとペロッと。よっちゃん頑張れ。2019年5月27日面白お菓子でシンクロチャレンジ、ハンマカンマで通じ合う姉妹の謎。おじさん、電波送って。ハンマカンマ、ハンマカンマ、ハンマカンマ、届きました、届きました、ハンマカンマ。これが正しい並び順でした。というわけで1問目、おうちゃんの勝ち。やったぜー。第2問です。おーちゃんまだ間違ってないから引き続きおーちゃんからいきましょう。はい、はい、1問目が簡単すぎたんで3問の予定だったんですけど、2問目と3問目を合体して新2問目にしました。なるほど、はい、合体で一応ね、写真はピロピと鬼をやったパパ。受けんのはさ、ちゃんと全部同じ衣装っていう。顔だけ違う。顔が違うね。なんか素のパパの時もあるしね。ちょっとだ。ただのほとんどの時あるやん。俺結構ね、魔王よりは大人だから、まあ、成長がなくてむずいと思うんだよ。ピロピもね、なんかでもこれ若そうだなみたいなのあるけど。いやまあ多少は成長してるよ。ピロピさ、全部同じ顔なんだよこれ。ピロピ全部同じ顔。というわけでですね、パパとピロピを混ぜたんで2023年が3つあります。はい、むずい。2023年にもほら何月って順番あるじゃん。それちゃんと合ってないとダメです。左が古くて右が新しい。そういうことですね。空気読む時代にはならないように。じゃあ行きましょうか、おちゃん、はい、確定してるのは鬼の3番だよね。私がすごい大泣きした、うん、まだ顔出ししてない頃のパパ、はい、あー、なるほどね。ちなみにあの1番も顔隠れてるんだけど、でもこれが一番最初、これが一番、このしょぼいのが、しょぼいお面をつけてるのが一番最初。しょぼいお面、言うな、ちゃんとしたカツラ用意してるの。確かに。はい、こちら2015年あたりなんでしょうか。イバババイバシババ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 、イエーイ。はい、はい、正解こちら、節分恵方巻きと鬼退治かっこ豆巻きという動画です。はい、おーちゃん泣いた。鬼来た、鬼怖い怖い。次2016年いきましょう。16年のむずすぎるよ。もうわかるでしょ皆さん。わからん。2016年はピロピの1番かと。お、1番ね。オッケー、どうでしょうか。待って、顔出ししてたっけ2016年。顔出ししたっけ2016年。どうでしょう、いつ顔出ししたっけ。確かに。あー、残念、不正解です。じゃあパパ、はい、やっと出ましたパパ。ゲロ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 、ふふふふふふふ。はい、じゃあ音脱落ということですね。マジ、あれ誰かやったこれ、釣った、こっち釣った、こっち釣った、あ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 、
足がつってますね。もうやばい。伸ばそう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 。2016年ね。こんなの簡単だよ。2016年ピルフィマだ。顔を出してないのはず、はい、だから2016年も鬼のはずなんだよ。俺も顔まだ出してない気がするね。これだろうな。これこれまだお面かぶってると思います。これだと思います。わー、それでいいのか。これ正解なんでしょうか。うわーし、まだ顔出ししてませんね、2016年。こちらの動画がですね、ダブル鬼2016年節分の鬼退治、豆まき、赤鬼、青鬼対決。うわ、俺出たやつじゃん。ピロピ出てる。ダブル鬼。先って顔出したのね。だから次はまだ鬼だよ。ヒロピはまだこの辺かな。鬼で行きます。この3体の鬼だと、これはホテルで撮ったやつなんだよ。ホテル、これだと思います。2017年の写真はこちらです。はい、こちら正解でしょうか。うわー、こちらの動画は寸劇桃太郎に変身、鬼退治、節分豆まき。あ、俺に勝ってると思ってるのか。はぁ、この問題ね、ネーネが作ってくれたんですけど、ネーネからこれにメッセージがある。序盤にネタ振りを頑張ってるおちゃん可愛いだって。ネタ振り。はい、じゃあ次2018年、いよいよかわいいベイビーデビューですよ。おお、見てよこのピチピチ。確かにこの5枚の中だったら一番が一番若く見えるよね。なんかね、これが間違いないです。2018年デビューしました。こちら、はい、来い。残念だ。じゃあやっと出番だ。2018年、ちょっとむずいよ。ヒロピは分かるよ。それは何。もうでもね、パパがね、これホテルで撮ったとかなんとか言ってたんだよね。だから最近ホテルで撮った記憶ないし、昔なんじゃないかっていう。なるほどなるほど。でもね、2018年って言われたらどうなんだろう。赤鬼続きなのか、それともこれでピロピ見ると意外と首長いな。顔が小さい。4番の首長すぎて。いや、まあ日によって長さが変わります。育てんの。育てないわ。いや、これ一か八かかけて赤鬼でいくか。メイクしてくる感じ、しかも顔全体で塗る感じは昔な気がする。あ、なるほどね、なるほどね。ここら辺気が生えてる鬼やる年なんだね。あ、そう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 。多分これすごい伸びたから。言うな言うな、伸びたから。生々しいな。決断お願いします。いきます。2018年はこの赤鬼の丸2番です。どうでしょうか。おー、すごい。4連続顔赤鬼なんだね。こちら、鬼に豆隠された、節分の豆まきは大騒ぎ、ホテルで撮ったやつです。バスタブに入ってるパパ。そうそうそう、バスタブに入ってるパパ。最近の顔じゃん。確かになんかくたびれてるな。もうね、40代ですって言って。ここに書いてあるから40代です、40代です、書いてあるらしいよ。2019年はじゃあ、はい、ピロピなのかな。ピロピだと思う。ここで出て、染めて、次行って、金髪になって、これじゃない。3番でいきます。はい、3番です。正解なんでしょうか。あー、正解。
これ一番だけ髪横に流してないんだよね。最初はね下ろしてたんだよ。おえだからこれが一番多分最初だと思うんだよね、うん、あとはちょっとまだ分かんないけど、うん、多分こうかな。はい、こちら正解でしょうか。おお、こちらは5月1日、ヒロピをよろしくお願いします、ご挨拶と質問募集、息子登場でパパのテンション高すぎる。確かに妙に音のテンション高かったな、この動画の時。皆さんこんにちは、ヒロピです。あーつまんねー、この動画。どうも、見てくちがヒロピでーす。なんなの、面白いことやって。そんなのハードル高い。いや、もうその振りが一番きついよ。2020年ですね。ここでそろそろ音くんじゃね。2年でもうこんな素顔さ。一応いくわこれで、はい、お、2020年これです、音の4番、はい、正解でしょうか。正解。うそ、違います。うわ、まだ音出てないのか。はい、じゃあ、わっちゃん。まあ、でもこれに決まってる。全然今着てない服着てるし。おお、服か。なるほどね。確かに。バリャリンと。こちら正解でしょうか。イエーイ、正解です。パパミマジカルバナナ。こちら3月18日家族で爆笑連想ゲームマジカルバナナでバナナ鬼滅の刃を目指す。マジカルバナナ、バナナと言ったら。最初から突っかかる。つかないもん。2022年いきましょう。これ難しくなったね。こっからだね。あ、これは一番最新のさ、いろんな鬼が出てくるやつじゃなくて24時間豆まき生活のやつでしょ。じゃあ2022年ですね。はい、はい、こちら。あー、正解です。え、ここら辺難しくなってきたね。この中どう見てもこの3枚の中で一番4番が若いと。間違いない。どっちでしょうか。違います。外れた。あ、何が若いじゃん。あと2択だよこれ。まーちゃん、これ染め立てね。染めてしばらく経ってからの髪。いや、でもなんか茶色っぽ。なんだこの色。うわ、難しいね。いやー、これ2じゃないかなって思うよ。2番でいきます。はい、正解でしょうか。おお、2022の俺なんだ。こちらですね、12月15日、居酒屋と看板猫と宇宙人の卵、ただのカードゲームが即興コントで阿鼻叫喚、キャット&チョコレートのカードゲームですね。店長、エイリアンの卵は孵化しました。2023年、節分が挟まってるわけです。どこが節分かだよね、うん、節分の日は決まってるから、それより前の俺か後の俺か、うんうん、こっちでいきたいと思います。はい、おお。2023年のヒロピです。正解でしょうか。あー、残念。違うんだ。チャンスですよ。ねえ、大チャンスじゃない。チャンスです。俺じゃないってことはもうおとんじゃない。だって節分2月でしょ。さすがに2月にこんな格好しないか。ああ、うん、これだと思う。はい、正解でしょうか。はい、こちら、帰ってきたら鬼襲来、神出鬼没な鬼を豆まきで撃退せよ、24時間節分生活。おちょっと、息子が じゃあもうあと勝ちじゃない。だって自分のことだよ。じゃあ解説するね。この2022年の時点でこの色、これ実は自分で染めたんです、うん、で、これもう一回やったんだよ、これ自分で。この色になった。あー、なるほどね。あれ同じ服着てんじゃない。同じ服着てんじゃない。これ
本当だ。メガネ、あれ。これはだから2回目染めた時だからこうかな。で、この4番は切ってちょっと残ってんだよね、先端でその染めた時のあれが、はいはい、っていうことで、はい、5番、4番の順ってことですね。はい、はい、正解でしょうか。はい、正解やった。最初の方が4月22日、相性が悪ければ脱退、流行りの MBTI 診断で性格丸裸、まーちゃんおーちゃんの性格はピロピー、相性いい人誰？ ESFJ と ESTJ。 私こそピロピーの彼女になってもいいという人なんでここで落とすの。次が7月31日、ダズって大切、逆写真で一言ゲーム。あー、あれか。半分洗脳みたいな感じだよね。ダズって大切なんだぞっていうのをこう洗脳してる感じ。ダズって大切、ダズって大切、ダズって大切。というわけで結果はおーちゃん1ポイント、ピロピ1ポイントで同点優勝です。こっち空気読んでるからね。空気読んだからこっち。空気読んだからやめて。どっちかというと俺が空気読んだよ1問目。お揃い。いやー。おーちゃん4つ？いや早いね。やば。ちなみにこれねえのやつだけど。一個も溜まってないね。そもそもゲームに参加してない君は。もっと来なさい。もっと実家に帰ってこい。おい。帰ってきて。というわけでひまわりチャンネル年代クイズでした。皆さんもね、自分のその昔の写真とかプリントアウトして並べ替えてみると面白いかなと思います。やってみてくださいね。はい、グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわりサイトじゃんけんぽい。皆さんパーを出しました。勝った人は明日自分の過去を振り返れるかも。ガンバ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 。次もひまわりチャンネルの動画見てね。見てね。見て見て。またね。またね。バイバイ。バイバイ。またね。またね。バイバイ。またね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。